2022年今年の阿蘇猿町劇場での公演は残すところ明日で最後になりました。今年も皆様お猿さんへの応援とご来場ありがとうございました。自己紹介が遅くなりましたが、ジュニアです。はい、ジュニアくんです。この年末年始なんと新ネタを披露中で、お客様から大好評です。そして阿蘇猿町劇場ではおなじみの塩太郎くんもいますよ。呼んでみましょうね。塩太郎、すいません、ジュニアくんと塩太郎くんは共演 NG だったので、代わりにモン太郎くんが来てます。と言いますが、塩太郎くんは年末年始は出張中です。そうでした、忘れてました。じゃあ中継つなぎましょうね。塩太郎、すっかりエスカレーターにも慣れました。塩太郎です。塩太郎は1月9日まで西日本いろんなところに出かけて猿回しやります。良いお年を。皆様、良いお年をお迎えください。来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。